コーヒーも最近飲んどるんか。ああそうそうそう、前までコーヒー飲めなかったんですけど、コーヒー飲めるようになって、でも最近ブラックで飲めるようになったんですよ俺。ブラックなんて一時泥水だって言って、コーヒー好きのリスナーさんからぶったたかれたの覚えてますけど、その俺がですよ、ブラックで飲めるようになったんですよ。最初はカフェオレから始まってブラック飲めるようになった。ダイエット中にブラックの美味しさに気づいたんですよ。お砂糖を立ってたんで、だからちょっとブラックで飲んでみようかしらと思って飲んでみたら、なんだうまいじゃないかブラックってと思って、違いのわかる男になりました俺。大人の階段登りましたね。吐きそうになるとか言ってたのに。それはね、昔建設の仕事やってて、先輩から休憩時間に、お、これ飲めよって言ってコーヒーおごってもらったんですよ。それがなんかブルーマウンテンってやつ、缶コーヒーの。それがもうクソまずくって、目の前で先輩いるじゃないですか、おごってもらったし、我慢して飲んだんですよね、ちょっとずつ吐き気を抑えながら。でそのトラウマがあって、コーヒーに苦手意識を抱いていたんですよ。ブルーマウンテンうまいやんけ。今ならそのうまさわかると思います。缶コーヒーはコーヒーじゃない、あれは缶コーヒーという飲み物、わかる。その意味がわかりました。コーヒー好きな方が缶コーヒーはコーヒーじゃないって言うんですけど、コーヒーやんって俺は思ってました。でも実際に自分がコーヒー飲み始めてわかりましたね。缶のブラックはうまくないんよ。ですよね。でもまあ美味しいことは美味しいですよ、缶コーヒーもね。香りですね。そうそう、香りですね。缶コーヒーは香りがないからコーヒー飲んでるって感じがしないですね。違いがわかる大人になってしまったな。そのうちコーヒーメーカー買いそう。いやーコーヒーメーカーね、まあ、引っ越したらね欲しいですね。安いのでいいから。もうマックスコーヒー飲めないんじゃない。マックスコーヒー俺飲んだことがないんですよ。クッソ甘いやつでしょ。缶だったらタリーズのブラックがおすすめ。知らない。タリーズコーヒーの缶コーヒー。フレンチプレスやってみて、おすすめのコーヒーの飲み方。フレンチプレス、ちょっとメモしとこう。語りやがってエヴァ缶思い出せ。エヴァの缶コーヒーあった、まだうちにあります。未開封。あれはなんかコーヒーというかコーヒー牛乳みたいな感じでしょ。ブラック飲むと口の中しびれるんですよ、軽くピリピリって。その感覚が気持ちいいんですよね。朝ごはん食べた後にブラック飲むと、わかります？え、ない？そんな感覚。軽く舌がこうしびれる感覚ありません？しびれるか、なったことない。え、いや暑いからじゃない、暑いからじゃない。大丈夫？いや大丈夫大丈夫。今あるのはブレンディの、なんだろう、あ、ブレンディじゃなかったっす。ブレンディこの間切れたんで、ファミマのオリジナルブレンド、プライベートブランドのやつ。あ、そうそう、酸味が強いコーヒーって舌しびれませんか？んなことない。俺だけ？賛同してくれる人が一人もいないんですけどアレルギー？いやコーヒーアレルギーはないと思いますよ。アレルギー？嘘。コーヒーアレルギーってあるんですか？ブラックコーヒーしびれるって検索したら載っていた。ほ、ね、なりますよね。なる人もいますよね。ブラックコーヒーしびれる。ブラックの缶コーヒーを飲んだら舌がしびれる感じがします。コーヒーを飲むと舌がピリピリする3つの理由。あ、ほら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 。1 コーヒーにカビが生えている嘘でしょいや、そんなことないですよ。ちゃんと乾燥剤入れて、ちゃんとタッパに詰めてますもん。かびるわけないでしょ。いや、いやいや、そんなことない。そんなはずないって。いや、これ1。ね。3つの理由のうちの1ですよ、これほら。ね。3つの理由のうちの1。2、2行きましょう、2。コーヒー豆。コーヒー豆の鮮度が低いか。新鮮で、あ、新鮮で焙煎直後のもの。しかしまあ両極端ですね。鮮度が良くても悪くても舌がピリピリとする。で3、コーヒーろくな理由ないじゃないかよ、この3つの理由。ほらな。いやでも俺コーヒーアレルギーってあんの？初めて聞いたぞ。お気の毒ですがアレルギー？ちょっとショック。いや恥ずかしいはず。ブラックのコーヒーがうまいんですよねって言ってて、実はダメなコーヒー飲んでたブラックの舌がピリピリする感じが好きなんですよって。うわー、3分前の俺をぶん殴ってやりたい。コーヒーアレルギーなんてあんのかよ。とか要は鮮度が悪いかカビが生えてるかアレルギーなんだよ。もう言うんじゃなかったわ、恥ずかしい、ね、え、そらもう賛同者いねえわ。ろくなコーヒー飲んでねえんだな俺。すいません、ちょっとカッコつけてね、コーヒーブラックで飲んでるって言っちゃって。こんなのはコーヒー好きな人からしたらふざけんなと、お前が飲んでるのはコーヒーじゃねえって言われそうですよね。アレルギー反応恥ずかしいわ。俺アレルギーとかないと思ってたんですけど、カビはないと思いますよ。多分鮮度かアレルギー。復帰後一番笑ったわ。受けた受けた、笑ってもらっていいですね。俺も嬉しいっすよ。背伸びして恥かくパターン、いやまさにそれ。恥ずかしいわ。
コーヒー飲めるようになってから喫茶店とか行ってないんですよね。多分喫茶店のいいコーヒー飲んだらピリピリはしないんでしょうね。前テレビで、ね、1杯100万円するコーヒー紹介されてたんですよ。大阪にあるんですけど、八尾市にね。どんなんだと思います？芸能人もこれ有名店だし、アラブの石油王も来たって。ジャコーネコのうんちのコーヒーじゃなくって、なんか普通のコーヒーらしいんですよ。10万円でしたか、すみません、10万円だったかな。高級コーヒーすごいんですよ。ザ・ミュンヒやろ、有名やで。これ画像見せた方が早いかな。10万円だからどんだけ量があるんだろうと思ったら本当に少ない量。これで10万、コーヒー好きの方からしたらたまらない味らしい。店主さんが編み出した方法で焙煎と抽出したコーヒーで、味がめちゃくちゃ濃厚らしいんですよ。岡村さんが飲んでたんですけど、飲んだ瞬間なんかシャキッとするって。これ一遍飲んでみたいな。ミキプルーンじゃないですよ、さっきのは。舌がピリつきそう。これはまさにネガティブな意味じゃなくって、舌が痺れるでしょうね。鮮度もいいでしょうし、値段聞いても思い込みじゃ。高級って言われると確かに補正はかかるかもしれない。カビたやつと比べなきゃいや、カビはないと思うんだよな。俺の飲んだのは乾燥剤入れてタッパーにしまい込んでるんで、10万円はちゃんとコップに入れてくれるはず。あ、そうなんですか。カフェイン取ってみてアレルギーか確かめたら、昔のカフェインの錠剤飲んでたんです。エスタロンマカってやつ。夜勤の仕事をしてた時はね。だから全然平気だったんで、カフェインアレルギーではないと思いますよ。じゃあカビじゃいや、カビはないって。あのコーヒー頼んだら1時間は喋れて。そう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 。結構お年を召された店主さんなんですけど、おしゃべりな方でね、その番組で取材されていた時も、とにかくもう饒舌に喋る喋る。缶コーヒーだと、ジョージアのカオルブラックってやつが美味しい。ぜひ皆さんも飲んでみてください。なんかジョージアの回し物がいますよ。そのおすすめの仕方はもう完全に営業トークですね。でもちょっと気になるな。飲んでみよう。